こんにちは、マーシュ・ユカリと言います。私の会社の名前はちょっと長いですよ。マーシュ・コミュニケーションズ・ TG 合同会社、そこで私は社長をやっています。皆さんに画面越しで会えてとても嬉しいです。よろしくお願いします。はい、私の会社では4つの仕事の内容があります。一つ目は沖縄に観光でやってくる外国人の人たちに通訳をしながら案内をする仕事。二つ目は英語と日本語を文字で書いて翻訳というんですが、する仕事で、三つ目は英語を教える仕事、もう一つは英語で司会をする仕事をしています。で、この会社の中で私がしていることは全部です。例えばどういったところを回られるかも聞いても大丈夫ですか？はい、そうですね、外国人の観光客の人が回るところ、うるま市であれば勝連城、それから海中道路の海の眺めの綺麗なところ、足を伸ばして伊計島の方に行ったりすることもあります。でも一番定番なのは、皆さんも多分好きな美ら海水族館とか、それから那覇の市内観光、そういったところをご案内しています。英語教室は例えば年齢層とかっていうのは、生徒さんはどのような方々がいらっしゃっていますか？はい、3つ目の仕事の英語教室は、生徒さんは高校生から60歳以上くらいのシニアの、多分これを見ている皆さんのおじいちゃんおばあちゃんくらいの年齢の人まで習いに来てくれていますよ。3種の神器ですか。面白い質問ですね。今日は物を持ってきました。通訳ガイドの仕事でまず絶対に必要なのは、こういうライセンスになります。このライセンスは英語の勉強をして合格をして受け取ることができるものです。これをいつも胸から下げて、お客さんに私はちゃんと勉強をしたガイドですよということが伝わるようにしています。これが一つ目。二つ目の三種の神器はファイルです。ファイルの中にはいろいろな写真が入っていて、お客さんを案内するときは歩くだけじゃなくて、バスに乗って話をするときもあるんですね。なので今見ていただいているように、闘牛の写真だったりエーサーの写真だったり、お客さんに見せながら話をします。うるまは闘牛で有名ですよね。なので石川の闘牛ドームを通るとき、こういう牛が中で戦ってるんですよとか、写真を見せた方が話が伝わりやすいので、こういったファイルも工夫をしています。これが2つ目です。3つ目の三種の神器は、たくさんのお客さんを連れて案内をする時の必需品です。ちょっと見せますね。こういうフラッグというんですけど、日本のバスガイドさんは旗を持って歩きますよね。私たち英語の通訳ガイドは、自分が好きな旗のデザインをして持っても大丈夫なので、私は沖縄らしいこのお花と可愛いマハエちゃん、これは瓶型を着ているので瓶型の話をすることもあります。こういうのを持って、はい、こちらです、次に参りましょうというふうに案内をします。これも大切なものです。これ以外にもあると便利なものはたくさんあります。もちろん全ての職業の人に必要な携帯電話、 iPad、 あとは英語と日本語を使う仕事をしているので、こういった電子辞書を持ち歩いて
本当に難しい言葉が時々わからないこともあるので調べながら仕事をしています。はい、子どもの時になりたかった仕事は何ですかということなんですが、中学校の時の記憶はあります。その時にはただ漠然と英語を使う仕事ができたらいいなというふうには考えていましたが、でも英語を使う仕事はどういう種類があるかわからなかったので、ただ漠然と英語の仕事がいいなと思いました。その理由は、英語で Hello って言ったり I'm fine って言ったりすることがかっこいいなって思ったからです。はい、今通訳ガイドをしている仕事のきっかけは、難しい日本語の言葉が上手に説明できないなって気がついたことがきっかけです。難しいなと思った言葉は、ご飯を食べるときに私たちがいつも言ういただきますという言葉です。いただきますって英語では直訳って皆さんわかるかな、ズバッと訳すことができない言葉なんですね。これがちゃんと理解して外国の人に伝えられたらなんて素敵だろうって思いながら勉強をし始めたのがガイドになるきっかけです。ガイドになるためには国家試験を受けないといけないんですね。皆さんの学校の先生も教員免許っていうとっても難しい試験を合格して皆さんのために勉強を教えてくださっています。私の仕事の通訳ガイドも同じように国の試験を受けなければいけませんでした。どうやって勉強したかっていうと、この通訳ガイドの勉強をする専門学校は沖縄にはないので、私は自分で勉強しました。勉強する科目は英語、社会、それから日本のことの常識、新聞をしっかり読んで勉強するっていう、その3つの試験でした。で、そうですね、難しかったのは歴史の勉強です。皆さんのように毎日社会や歴史の勉強を学校でしてないので、私は図書館に行きました。図書館で日本の歴史漫画50冊ぐらいのシリーズの本を少なくとも5回ぐらい読んだかな。そういうふうにして日本の歴史の流れを頭の中に入れるように頑張りました。このガイドさんの試験っていうのは、合格率とかってどのぐらいになるんですか？これは私が受けた時は 10% ぐらいだから結構難しかったですね。すごい狭き門ですね。狭き門でしたね。ラッキーって感じ。はい、はい、私が仕事をする上でやりがいを一番感じる時は、多分皆さんと同じと思います。褒められる時です。私を褒めてくれるのは外国から来るお客さんです。でも彼らは日本語を話せないので英語で褒めてくれます。例えばこんな風に、 You are very good tour guide number one。 皆さんはもう英語を学校で勉強してますよね。先生から褒められると嬉しくないですか？それと同じ気持ちです。はい、仕事でピンチや失敗、どんなことがありましたかという質問なんですが、実はたくさんありますよ。でも一番最近の大ピンチは、今のこのコロナウイルスが世界中に広まっていって、みんなが自由に旅行をできなくなってしまっていることです。だから私の仕事も今はゼロです。外国からのお客さんが沖縄に来てくれません。
お仕事がないので大ピンチです。そうですね、大ピンチは一生続かない、今だけというふうに自分を励ますように毎日唱えています。負けないぞ負けないぞ、そんな気持ちを持ちました。今も思っています。それで去年2020年、今までガイドをしてお話をしてきた案内の情報を一つの本にまとめました。それを出版することができました。なので負けないぞの気持ちを勉強をする時間に費やしたり、本を作るための原稿を書くエネルギーに変えたり、そういうふうに時間を過ごしました。はい、私が仕事をする上で大切にしている3つのことをお話しします。1つ目は英語の勉強をやめないということです。皆さんがもしご飯を食べるのをやめてしまったら痩せてしまいますよね。エネルギーも体力もなくなってしまって何もできなくなってしまいますね。私の仕事は英語が必要なので、もし英語の勉強をやめてしまったら、ご飯を食べない体のように脳みそが英語を忘れてしまいます。なので1つ目、勉強をやめないことです。2つ目は、どんなに小さなお仕事でも、どんなに小さな依頼でも、ちゃんと準備をして、ちゃんと丁寧に心を込めてお仕事をさせていただくという気持ちを持つことだと思います。3つ目の大切なことは、チャンスは逃さないということです。例えば皆さんはまだこれくらいの力しかついてないから、部活での試合の大会には出られないかもしれないって思って諦めていませんか？でももし試合に出るチャンスがあったら、試合に出られるように自分で一生懸命練習をして、その自分のレベルを合わせるようにしたらいいと思います。私の仕事も同じです。とっても難しい仕事なんですけど、できますかとお話があった時に、すぐにはできませんって断ってしまったら、成長していくことが止まってしまうので、できます、やらせてくださいとお引き受けするようにします。そしてその日までに自分の力をそこに合わせるようにしていきます。それが成長するっていうことかなと思って大切にしています。はい、とっても面白い質問ですね。宝くじで3億円が当たったら仕事を辞めるか、迷います。答えは両方です。まずお仕事を辞めない理由です。今は辞めません。なぜかっていうと、その理由はこのお仕事がとっても好きだからです。こっち、辞めるはそうですね、あと15年ぐらいしたら、その時に当たったら辞めるかもしれません。その理由は、その時に今度は私が世界を旅をして、世界にいるいろいろな通訳ガイドの人の案内を聞いて世界を旅行したいなって思うからです。そのための資金に充てようかな。はい、通訳ガイドの仕事で達成したい目標、まずは観光のお客さんが戻ってきたら、初めてのお仕事を前のようにちゃんと案内できる、そういうふうなレベルに自分を持っていきたいなって思っています。がっかりさせたくないと思います。それからたくさんの通訳ガイドの仲間と一緒に仕事をしたいなって思っています。通訳ガイドは勉強をする時にも一人で勉強をして、通常は一人でお客さんを案内する
ですけど、チームで2人とか3人とかチームで仕事ができたらいいなって思います。そのためにはこれからもっと英語を勉強して英語が好きになってくれる若い人たちが、あ、通訳ガイドっていう英語を使う仕事もあるんだなって思ってもらえるように、その仕事を知ってほしいと思います。そのために去年この沖縄ウォーク、歩いて英語で案内したくなる沖縄という本を書きました。この中には皆さんのようにこれから本格的に英語を勉強する人が将来役に立つように、日本語と英語で簡単にヤンバルクイナのことを説明していたり、イチャリバチョーデっていうことを説明していたり、そういう情報が書いてあります。はい、もらったお給料の使い道っていうことでみんな興味ありますよね。私の場合、家族のために使うお金はだいたい 60% くらいです。そして 40% くらいは自分のために使う、そういう割合になっています。大人になるといろいろなことにお金を使わなくちゃいけないんですね。もちろん食事とかお家賃、アパートに住んでいたら家賃を払うとか、そういったこともあります。そうですね、皆さんの身近なことで言うと、大人になると車の税金を払わなくちゃいけないです。沖縄はね、やっぱり車があると便利なので、皆さんもしかしたらお父さんやお母さんや親戚の方が車で部活のね、お迎えで送迎してくれるっているかと思いますけど、そういったところにも税金、大人にならないと払わないようなお金はそんなところにも使われています。あとはそうですね、私の場合だったらやっぱり勉強を続けないといけないので、自分のために使えるお金っていうのが 40% なんですが、これは食べたり飲んだりとか映画を見に行ったりとか、そういったものだけではなくて、本を買って読んだり、沖縄の情報をいつも最新のものを手に入れておきたいので、まあ、そういった雑誌を買ったり、そういったものも、勉強のためにお金を使っています。はい、私の個性や趣味、特技、そうですね、歌を歌うことが好きなのでカラオケに行きます。で、カラオケに行くと絶対83点以上は出ます。とっても上手いわけではないですけど、歌を歌うのが好きです。このカラオケで歌を歌うっていうのは、日本語の歌だけじゃなくて英語の歌も歌います。そうすると英語を仕事で話をするときに、あ、ゆかりさん、あなたの英語の発音は上手ですねってお客さんに言われたり、そういったことに役に立ちます。あとは日本語の歌を英語にチェンジして訳してお客さんに披露することもあります。それが仕事につながる特技になるかなって思います。どういう曲を歌いますか？例えば沖縄のビギンのシマンチュヌ宝というのがあって、僕が生まれたこの島の歌をっていうのを、沖縄 where I was born という感じでメロディーを乗せて、日本語の歌詞が英語で分かってもらえるようにアカペラでバスの中で歌ったりしています。勉強する意味って何ですか？それから学校生活で頑張っておくと役に立つこと、そうですね、私の仕事はやっぱり英語の勉強が必要になってくるので、英語の勉強をすることは日本人以外の人が日本のことをどう思っているのかっていうのを知る一つのツールに
なります。そしてその英語というツールがあると今度は逆に世界のことを知ることもできるようになると思います。英語を勉強していく上で大人になって役に立つのは、学校の先生に Why? どうして?っていう理由をいつも先生にこう聞く、興味を持って、どうして?どうしてなんだろうって考えること、その考える習慣をつけることは、大人になっていろいろな人といろいろな国の人と話をするときに、彼らの興味は、あ、こういうことなんだなって気づくことができると思います。なので勉強をしながら先生にたくさん質問をすること、それは大人になった時の働き方の意識に必ず通じてくるんじゃないかなって思います。はい、人とうまく付き合う方法って難しいですよね。一つの答えはないと思うんですが、私が頑張っていることは、まずは人の話をよく聞くというところを注意しています。そしてどんな部分だったらこの人とは話題が共通にあって、どんな話題だったらこの人とは盛り上がって楽しく過ごせるんだろうっていうことを考えながら、とにかく相手の話をよく聞くのが人とうまく付き合うためのコツかなと思っています。はい、最後にうるま市の皆さんへのメッセージです。そしてエールです。うるま市はいいところ、見どころがたくさんあります。なので地元のことを愛してください。私が考えるうるま市のもう魅力トップ3は、勝連城、それから闘牛があること、そして美味しいもずくがあることです。皆さんが地元のことを自慢に思って、誇りに思って、いろいろ調べ学習をして、うるま市に住んでいない人にうるま市のいいところをお話しできるようにしたらいいんじゃないかなって思います。頑張ってください。